everybody! How are you doing today? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？一緒に英語力、情報力アップしていきましょう。今日の学習テーマはこちら。今画面に映っているこのテーマを使いながら私たちの英語力、そして情報力、どんどん上げていきたいと思います。まずはじめに字幕を見ながらこのニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。次に字幕を使いながら難しい単語や表現をしっかりと覚えて単語力表現を増やすとともに内容もしっかり理解して情報力一緒に上げていきましょう。3番目は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、リスニング力アップしていきたいと思います。4番目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力上げていくためにお手本の英語を真似しながら、そして発音、アクセント、どこに特徴があるのかポイントを捉えながら原稿を音読して実際に英語をたくさん楽しく話してスピーキング力どんどんアップしていきましょう。そしてまとめ、 Google 自動翻訳を使ってスピーチ力アップしていきたいと思います。今回のテーマからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉、自分の英語で相手に伝える実践的な英語力、一緒にどんどん伸ばしていきましょう。リスニングクイズ1問用意してみました。今画面に映っているこのリスニングクイズの答えもしっかりと聞き取れるように集中して見ていきましょう。 OK、 それでは今回のテーマを使いながら英語力、そして情報力、一緒にどんどん上げていきましょう。英検1級カジチャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいな、なんて思った方は、ぜひチャンネルと高評価。英語を学習しているお友達がいる方は、この英検1級カジチャンネル、お友達へのシェアなんかも、ぜひよろしくお願いいたします。よろしく頼む。それでは早速、今回の学習進めていきましょう。Let's get it started!それではこの BBC 最新1分ニュース、右側の英語字幕ありでですね、一度見てニュースの内容、概要を捉えていけるのか、しっかり集中して聞いてみましょう。見てみましょう。 Let's check this BBC latest 1 minute news with English subtitles on the right. Let's check this out. Welcome back to BBC News. These are your headlines. The US State Secretary Blinken has landed in Jordan to meet with Palestinian President Abbas. This comes as Israel's military orders all civilians to leave Gaza City for their own safety ahead of an expected ground operation. Israel says it's dropped 6,000 bombs on Hamas targets in Gaza over the past 6 days.And this is the scene live in Gaza today as the conflict enters a 7th day.さあ、どうでしょうか。右側の字幕ありでこの BBC ニュース見てみましたけれども、ニュースの内容ですね。そして、リスニングクイズ。Who did Secretary of State Blinken meet with in Jordan? ということで、ヨルダンでアメリカの国務長官のですね、ブリンケン国務長官、誰と会ったでしょうか。というリスニングクイズの答え聞き取れましたでしょうか。それでは右側の原稿を使いながらですね、出てきた難しい単語や表現、そして内容、詳細確認して情報力アップ、そして英語力アップしていきましょう。Welcome back to BBC News. These are your headlines. ということで、BBC ニュースに戻ってきてくれてありがとうということで、ヘッドライン、速報です。ということで、The US Secretary of State Blinken has landed in Jordan to meet with Palestinian President Abbas. ということで、アメリカの国防長官ですね、ブリンケンさん、ジョーダン、ヨルダンですね、中東のヨルダンに到着して、そしてパレスチナのですね、大統領アッバス、さんとですね、面会をするということです。This comes as Israel's military orders all civilians to leave Gaza City for their own safety ahead of an expected ground operation ということで、この動きですけれども、イスラエルの軍隊がですね、ガザ地区に住んでいる一般の市民の人たちにですね、自分たちの安全のために、ガザシティですね、ガザシティをリーブから去るようにとも命令をしている。まあ、こんな時にこの動きが起こっているということで、ahead of 何々を前に、expected ground operation ということで、イスラエル軍がですね、ガザに地上侵攻して、
行くんではないかという、こういう状態の時にこういう動きになっているということですね。Israel says it's dropped 6,000 bombs on Hamas targets in Gaza over the past 6 days. ということで、イスラエルによると、過去6日間でこのガザにですね、6000発の爆弾をハマスのターゲットに向けて、まあ、投下をしているということで、もちろん一般市民の人たちの犠牲も多数出てますよね。And this is the scene live in Gaza today as the conflict enters the 7th day. ということで、ガザ地域のですね、ライブということで生中継映像が映ってましたけれども、このイスラエルとハマスのですね、戦争7日目に突入している1週間が経ったということですね。ではですね、このリスニングクイズ。Who did Secretary of State Blinken meet with in Jordan? ヨルダンで誰とアメリカの国防長官が会ったかというとですね、ここに答えが出てますね。Palestinian President Abbas ですから、The answer for this listening quiz is Secretary General Blinken met with Palestinian President Abbas ということですね。パレスチナのトップのアッバスさんと会談をしたということです。さあ、でもこの原稿の中にですね、このニュースの中に難しい単語表現出てきているかどうか見ていきましょう。こうパッと見てですね、特に見たことないな、難しいなという単語ないですよね。このグラウンドオペレーションというのは地上作戦ですね。イスラエル軍の地上作戦、グラウンドオペレーションですね。さあ、では次は3番目。字幕なしでもう一度この BBC ニュース見てみましょう。右側の字幕を隠して、今度はですね、英語のリスニングだけでしっかりとこのニュースの詳細の内容、理解できるのか、リスニング力アップ、そして情報力アップ、していきましょう。Let's try to understand every details of this BBC latest news, but this time by only listening English without English subtitles. Let's focus and try to understand every details of this news.Welcome back to BBC News. These are your headlines. The US State Secretary Blinken has landed in Jordan to meet with Palestinian President Abbas. This comes as Israel's military orders all civilians to leave Gaza City for their own safety ahead of an expected ground operation. Israel says it's dropped 6,000 bombs on Hamas targets in Gaza over the past 6 days.And this is the scene live in Gaza today as the conflict enters a seventh day. さあどうでしょうか。しっかりと聞き取れましたでしょうか。英語と一言と言ってもたくさんいろんな種類の英語が世界中で何十億人の人たちに話されていますので、そのいろいろある英語ですね。たくさん聞いてスピード、アクセント、発音、リズムに慣れてリスニング力アップ、そして関連する単語や表現もしっかり覚えてですね。単語表現力アップ。そしてもちろん、こういったニュースからですね、情報を取って情報力もアップしていきましょう。さあ、今、イスラエル、ガザですね、ハマスとの戦争、ついに1週間が経過したけれども、非常に大きな犠牲が出ている。そしてイスラエル軍はですね、ガザに地上戦ですね、まあ、地上で、戦車なんかで乗り入れて、まあ、完全にですね、まあ、テロリストと言われているハマスをですね、まあ、根絶するということになっています。さあ、では、ここまではインプットの練習してきましたので、次は4番目ですね。音読練習、スピーキング練習していきたいと思います。日本、島国ですので、普通に住んでいるとですね、英語を使う機会ほとんどないと思います。ですから、家で気軽にできる音読練習なんかをして、英語を実際に話してですね、英語を話すことに慣れて、スピーキング力どんどん高めていきましょう。ということで、左側のネイティブのイギリス英語ですね、部分部分、聞いて、そして、その音の特徴、発音の特徴を抑えながらですね、右側の原稿、そのお手本を真似して、しっかり私たちも英語を声に出して、音読練習をして、英語を話すことに慣れて、スピーキング力アップしていきましょう。音読しながら、もちろん出てきた単語とかですね、内容も理解しながら、音読するようにしましょう。それでは、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speaker. Let's try speaking in English.Welcome back to BBC News. These are your headlines. The US State Secretary Blinken has landed in Jordan to meet with Palestinian President Abbas. This comes as Israel's military orders all civilians to leave Gaza City for their own safety ahead of an expected ground operation. ここまでですね、今聞きましたので、ここまで今のお手本英語を思い出しながら、しっかりと
声に出してスピーキング力高めていきましょう。視聴者の方もですね、声が出せる方、ぜひ一緒に英語を話してみてください。ではいきます。Welcome back to BBC News. These are your headlines. The US Secretary of State, Secretary Blinken, has landed in Jordan to meet with Palestinian President Abbas. This comes as Israel's military orders all civilians to leave Gaza City for their own safety ahead of an expected ground operation. さあでは次ですね、この部分。ネイティブの英語を聞いて音の特徴、発音の特徴を真似してですね、しっかり声に出していきましょう。Israel says it's dropped 6,000 bombs on Hamas targets in Gaza over the past 6 days. And this is the scene live in Gaza today as the conflict enters a 7th day. ではこの部分、今のお手本を真似して音読しましょう。この6,000 に強調が起こりましたね。6,000 発もの爆弾ということですね。ではしっかり音読練習をしてスピーキング力を上げていきましょう。Israel says it's dropped 6,000 bombs on Hamas targets in Gaza over the past 6 days.And this is the scene live in Gaza today as the conflict enters the seventh day. さあどうでしょうか。皆さんもしっかりですね、お手本を真似して英語話しましたでしょうか。やはり英語のスピーキング力をアップしようとすると練習するしかありませんので、こういったネイティブの英語とかですね、英語の上手な人の英語を真似しながら自分もしっかり英語を話して、英語を話す練習をして、スピーキング力どんどん上げていきましょう。さあ、では次はですね、Let's speak out your opinion by your own English ということで、この BBC ニュースからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉、英語で相手に伝えるスピーチ練習、Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。より実践的なですね、自分の持っている情報や思いを英語で相手に伝える、実践的な英語力高めていきましょう。やり方ですけれども、今画面に映っている Google 自動翻訳、左側言語を検出するという方を英語にして、右側翻訳の方を日本語に設定します。そしてこのボタン、音声入力による翻訳というボタンを押すと、ここが青くなってお話しくださいと出ますので、もちろん英語の学習ですから、英語でどんな情報を得てどんなことを感じたのかスピーチしてみましょう。スピーチすると、話した英語そのまま Google が聞き取ってくれて、左側に英語で文字化してくれます。右側にはその日本語訳、瞬時に表示してくれます。スピーチが終わったら、もう一度このボタンを押すと録音が終わって、右側に音声を聞くというボタンが出ます。次は、その音声を聞くというボタンを押して、Google の音読、聞いてみましょう。自分の話した英語そのまま今度は Google が音読してくれますので、自分のスピーチを振り返りながら右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかりとニュースから得た情報を自分の言葉でアウトプットできているのか、そして感じたことや思ったことがあればですね、それをしっかり英語で相手に伝えられているのか、Google 自動翻訳を使えば家にいながら独学でこの練習ができるので、非常に実践的な英語力伸びていくと思います。ポイント2つあって、まず1つ目は、英語でスピーチする前にしっかりとどんな情報があったのか、そしてどんなことを感じたのかまとめるということですね。これができていないと母語の日本語でもスピーチ話すことできませんので、しっかりまとめてから話しましょう。そして二つ目は、one point in one sentence の原則を守って、一文の中にはポイントは一つだけ入れるという原則ですね。ポイントが複数であるとぼやけてしまって伝わりにくくなりますので、one point in one sentence の原則を守りながらスピーチするように心がけてみましょう。それではですね、このボタンを押して、私がこの BBC ニュースから得た情報、そして感じたことを自分の英語でスピーチしてみたいと思います。皆さんもぜひ Google 自動翻訳使ってこの練習やってみてください。では行ってみましょう。Let's try to speak out my opinion and information I got from this BBC latest 1 minute news.I got some information from this BBC latest 1 minute news. First of all, Israel and Gaza area is far away from Japan, but tragic event is now going on. The beginning of this war is that Hamas, controlling Gaza area, attackedIsrael land and its people. They killed so many civilians.
That was the cause of the reason why this war happened. And now, Israel is taking retaliatory actions. And according to this BBC latest news, already Israel dropped 6,000 bombs in past 6 days in Gaza area. So of course, innocent civilians, so many numbers of innocent civilians has been killed. So while will never happen something good and happy things, only war is creating worst thing, killing people, many innocent people has been dead. So when we look at the history in Israel and the Gaza area, and the Jews and Palestinians, there is a long historic event and conflict. These things is what I feel and I got information from this BBC latest news. And United States Anthony Blinken visited Jordan to meet President of Palestinians, Abbas. So I think America is very worrying about this war initially between Israel and Hamas will expand to further area of Middle East, because it is said that behind the Hamas there is an influence and support by Iran. So I hope that this war will never expand much more from now on. こんな感じで、スピーチするとですね、このように Google が聞き取った英語文字化してくれます。そして右側にはその日本語訳が出ていますので、次はこの音声を聞くというボタンを押して、自分のスピーチを振り返りながら右側の日本語訳と照らし合わせて、どんな内容になっているのか、しっかり伝わっているのか確認してみましょう。それでは、Let's review my original English speech. I got some information from these BBC latest one-minute news. First of all, Israel and Gaza area is far away from Japan. But, tragic event is now going on. The beginning of this war is that Hamas controlling Gaza area attacked Israel land and its people. They killed so many civilians. That was the cause of the reason why this one happened. And now, Israel is taking retaliatory actions and according to this BBC latest news already Israel dropped 6,000 bombs in past 6 days in Gaza area. So of course, innocent civilians, so many numbers of innocent civilians have been killed. So while we will never happen something good and happy things, only one is creating one thing killing people. Many innocent people has been dead. So when we look at the history in Israel and Gaza area, and Jews and Palestinians, there is a long historic event and conflict. These things is what I feel and I got information from these BBC latest news, and United States. I'm sorry. Blinken visited Jordan to meet President of Palestinians Abbas. So I think America is very worrying about this world initially between Israel and Hamas, where expand to further area of Middle East, because it is said that behind the Hamas there is an influence and support by Iran. So I hope that this war will never expand much more from now on. こんな感じで、スピーチ確認してみました。次はですね、この左側の原稿。正しく直して、もう一度 Google の上手な英語を聞いて、その後は私たちのスピーキング力アップのために、今度はですね、パーフェクトに通じるように、発音、アクセント、まあ、リズムなんかに気をつけて、ネイティブになりきって、もう一度、この左側の修正した原稿を音読してみましょう。この練習ですね、インプットとアウトプット、スピーチ練習を継続的に、継続的にっていうのがポイントですけども、継続的に続けることによって、一歩一歩確実にですね、実践的な英語力、自分の思っていることや持っている情報ですね、英語のスピーキングで相手に伝えるという力が、家にいながら独学でですね、この Google 自動翻訳を使えば伸びていきますので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは、この左側の英語、まず修正したいと思います。
こんな感じで英語を修正してみましたので、修正版もう一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. I got some information from this BBC latest one-minute news. First of all, Israel and Gaza area is far away from Japan. But tragic event is now going on. The beginning of this war is that Hamas controlling Gaza area attacked Israel land and its people. They killed so many civilians.That was the cause of the reason why this war happened. And now Israel is taking retaliatory actions and according to this BBC latest news, already Israel dropped 6,000 bombs in past 6 days in Gaza area. So of course, innocent civilians, so many numbers of innocent civilians have been killed. So war will never create something good and happy things. War is only creating killing people.Many innocent people has been dead. So when we look at the history in Israel and Gaza area, and Jews and Palestinians, there is a long historic event and conflict. These things is what I feel and I got information from these BBC latest news and other information source, and United States. Secretary of State Blinken visited Jordan to meet President of Palestinians Abbas.I think America is very worrying about this world initially between Israel and Hamas will expand to further area of Middle East. Because it is said that behind the Hamas, there is an influence and support by Iran. So I hope that this war will never expand much more from now on and this war will end soon. こんな感じで、聞いてみました。では次は最後にですね、この左側の修正した英語。今度は完璧に伝わるように発音、アクセント、間に注意しながらネイティブになりきってしっかりと英語を話して、英語を話す練習をして、英語を話すことに慣れて、スピーキング力高めていきたいと思います。視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に英語を話して、英語を話すことに慣れて、スピーキング力高めていきましょう。それでは行きたいと思います。I got some information from this BBC latest one minute news. First of all, Israel and Gaza area is far away from Japan, but...Tragic event is now going on. The beginning of this war is that Hamas, controlling Gaza area, attacked Israel land and its people. They killed so many civilians. That was the cause of the reason why this war happened. And now Israel is taking retaliatory actions and according to this BBC latest news, already Israel dropped 6,000 bombs in past 6 days in Gaza area.So, of course, innocent civilians, so many numbers of innocent civilians have been killed. So, war will never create something good and happy things. War is only creating killing people. Many innocent people has been dead. So, when we look at the history in Israel and Gaza area and Jews and Palestinians, there is a long historic event and conflict. That's it, Timothy.These things is what I feel and I got information from this BBC latest news and as an information source. After an United States Secretary of State Blinken visited Jordan to meet President of Palestinians Abbas. I think America is very worried about this war initially. これはですね、戦争。This war.Initially between Israel and Hamas will expand to further area of Middle East, because it is said that behind the Hamas, there is an influence and support by Iran. So I hope that this war will never expand much more from now on, and this war will end soon. こんな感じで、スピーチしてみました。視聴者の皆さんもぜひですね、この Google 自動翻訳を使うと、このようにですね、家で独学でしっかりと自分の意見とかですね、持っている情報を自分の言葉で相手に伝えるスピーチ練習することができます。まずスピーチをして振り返って修正をしてもう一度スピーチする。この練習をどんどん繰り返すことによって、実践的な英語力ですね、伸びていくと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。そして、ニュースで得た情報なんかをですね、自分の言葉でアウトプット発信していますので、しっかりと頭の記憶にもですね、ニュースの情報が残るので、情報力アップにもつながると思います。
いかがだったでしょうか。今回の BBC ニュースを使っての時事ニュースの英語学習、英語力と情報を英語で取りながら情報力アップしてみました。イスラエルとハマス、ガザ地区との戦争が始まってすでに早いもので1週間が経ちましたけれども、日本から遠い中東の国で最悪の出来事が今起こっております。皆さんはですね、このニュースからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じましたでしょうか。なぜこの戦争が起こっているのかという歴史的な背景もですね、他の YouTube なんかでしっかり見るとですね、たくさん情報を得ることができますし、英語力の向上にもつながると思いますので、おすすめです。引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、なんて思った方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video. And if you think so, please subscribe my channels, Aiken EQ Kaji channels, and please check other videos already uploaded on my channels. Let's improve our English skills and expand our information knowledge together, step by step. Of course, don't forget having fun. Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.